そうっすね。もうそろそろね、カラーと付き合って、まあ5年くらいですね。約5年。2014年、僕が大学2年生の時に、まあ出会ったのが、まあ始まりですね、すべての。当時、まあ僕そのカラーの前に幼児っていうこと付き合ってたんですけど、でもまあ、なんだかんだ1年くらい付き合って、あんまちょっとうまくいかなくなったというか、まあ僕の問題なんですけど、ちょっとね、まあ結果、まあ破局という形になって、まあその後ですね、その後出会ったのが、まあカラーっていう、カラーでしてね。懐かしいですね。もう5年前にもなるのかと。まあ、幼児っていう子はちょっと結構、まあね、ダークなイメージというか、まあ、モード色も強くてね。まあ、当時は本当に、もう、幼児のことが、しか頭になかったんですよ。ところが、まあ、なんか僕の中のね、心境の変化もあって、ちょっと違う、系統のね、子もちょっとなんか興味が出てきてしまってね。で、そこで、なんでかわかんないんですよね。まあ、なんでカラーっていう子にね、目が止まったのかちょっとわかんないですけど、ただなんかたまたま、確かネットだったと思うんですけど、なんかまあ僕も当時からね、服が好きだったんで、まあよくネットで調べたりしてた時に、まあたまたま出てきてね、お、かっこいいじゃないですかっていう感じで、いいですねっていうことで、まあ出会ったのが、まあ一番の、まあきっかけであり、まあ馴れ初めっていうとね、なんかちょっとおかしなことかもしれないですけど、まあ、そんな感じですよね。そうですね。まあどこに惹かれたかというと、まあその魅力みたいなところは、まあ二つくらいあると思って、2つあるなと思ってて、内面と外面、ルックスみたいな、なんか、その2つにこう分けられるかなって僕は思ってですね、好きなところは。で、まあ、まずその内面の話からするとですね、やっぱ、なんていうかな、一言で言うとね、潔いんですよね。潔いんですよ。なんか、その、媚びを売らないというか、そのやっぱカラーはね、すごい分かりにくいと思うんですよ。なかなかね、やっぱ実際にこう、目にしてみないと、とか、リアルで、の接点がないとね、なかなかこう、分かりにくい、魅力が分かりにくいところがあるんですよ。で、やっぱそのファッションとかっていうのは、どうしたって、そのなんていうかな、ビジュアルっていうのはすごい大事で。まあ、良くも悪くも見てくれっていうのは大事で、例えばですけど、画像にした時のね、まあ、インパクトとか、その目に訴えかけるもの、視覚的にね、訴えかけるものっていうところってすごい大事なんですけど、でもカラーっていうのは、まあ、もちろんそのシーズンとかね、まあ、その時々によっては、もちろん異なるんですけど、基本的に、やっぱそうではなくて、そのビジュアルのインパクトで、こう、ね、人々に訴えかけるっていうブランドではなくてですね、あくまでその、そうでない、ところの、まあ本当に分かりにくいところなんですけど、そこで勝負するっていうか、っていう、なんかその土俵で自分たちは勝負するんだっていうような、まあその意思決定というかね、なんかそこがすごい潔いですよね。なって僕は思っててね、性格的なところで言うと、内面的なところで言うと、やっぱそこはね、まあまず一つ、やっぱあって、だからなんか、あとはあれですね。まあやっぱなんか日常と非日常のバランス感っていうのが非常に、バランス感に優れてると、僕は思って、そこも好きでね、なんかやっぱりなんていうかな、落ち着きたいじゃないですかね。まあファッション、洋服なんで、日常のデイリーにウェアラブルかみたいなところってすごい大事だと僕は思うんですね。洋服なんで着てなんぼじゃないですか。かといってね、じゃあそのウェアラブル
とか、なんか、着心地、コンフォータブルみたいなところにフォーカスしすぎると、どうしてもね、どんどん削ぎ落とされていってしまって、まあ、なんかリアルクローズというかね、なんか本当にそういう感じになってしまって、僕はそういうのはあんまりタイプじゃないんですよね。そこまでいってしまうと。なんかもうちょっと、ひとひねり。それが何なのかわかんないですけども、なんか欲しいと、面白いところとか、遊び心なのか、仕掛けなのか、何なのかわかんないですけど、なんか欲しいと。なんかね、やっぱ物足りなくなっちゃうんですよ。ってなった時に、カラーっていうのは、まあ、それこそデザインとかね、まあ、ちょっとしたところに、遊び心とかが垣間見えたりとか、まあ、それはいろんなアプローチの仕方はあると思うんですけど、そこのバランスですね。だから普通に日常で着れるウェアラブルなんだけども、じゃあかといって地味でね、つまんないかというと全くそうじゃない、退屈な洋服では全くなくて、毎日着ていたいんだけど、でも非日常感みたいなところもちゃんと感じられるというか、そこのバランス感がね、すごい僕は優れてるなと。そこがね、やっぱ好きかな。なんかまあそのパーソナリティみたいなところで言うとね、そこが好きだよね。で、まあなんか、ビジュアルっていうか、まあルックスみたいなね、外、外面のことを言うと、やっぱ素材はまあね、まあ、素材っていうキーワードはまあ絶対にね、外せないと思うんですよ。まあカラーといえばみたいなとこあると思うんで、やっぱ素材はいいですよね。非常にオリジナルで。やっぱね、素材が良くないとダメですよ。料理とかとも一緒だと思うんですけど。素材にこだわってないと、まあ、結局のところね、それによって出てくる料理とかも、まあ、うまくないじゃないですか。素材うまければ、やっぱ、料理ってそういうもんだと思うんですね。あくまで使う道具とかね、なんか、なんだろう、味付けっていうのは、あくまで、やっぱ、脇役というか、それでごまかすようなことをしているのは本物じゃないと思うんですね。っていう面において、やっぱその素材がすごいいいから、カラーは。だからその、ね、オリジナルの素材を作ってそこにすごいこだわってるから、なんか変な化粧しなくてもね、いいし、美しいし、なんかまず、まあそこはありますよね。あとは、まあさっきもその言った内面とかっていうところにも通じてくるかもしれないですけども、やっぱその、ね、日常、非日常みたいなところのバランス感が、やっぱ、具体的なね、まあ、目に見える形というか、その、外面にもちゃんと現れていて、まあ、履いた時にとか、実際に袖を通して見た時に、なんかまあ、わかるっていう、なんかそういうところですね。なんかそういうところもやっぱ素晴らしいというか、やっぱ天才ですね。天才です。本当に。だから、すごい、尊敬もしてるし、なんか、常にすごいなというか、なんか、なんかそういう感じですよね。もう本当に、好きなんですけども、やっぱ天才だなっていうか、そこで毎年ね、新しい姿を見せてくれるっていう。そしてそれを、こう、ずっと自分の、なんていうかな、我が道を行くという形で、こう、積み重ねていってるっていう、その、まあ、プロセスも含めてね、すごいなーっていうか、まあ、そういうスタンスですね。にも惹かれてますね。ちょっと恥ずかしいですけどね。まあ、いや、その、まあ、浮気は、したことあります、もちろん。したことありますよ。ね、他のブランドに手をつけたりとか、買ったりとか。それ、まあ、もちろんで言うとね、ちょっとおかしいな話かもしれないんですけど、まあちょっと魔が差したというのもまたおかしな話かも。ちょっとすいませんね。あんまり喋ると墓穴を掘るかもしれないですけど、まあありますと、それは結論。だけどね、だけど言わしてほしいんですよ、その、まあ、確かに浮気もしたかもしれないですけど、最後に帰ってくるホームはいつでもカラーなんですよ。もうそこは本当ご理解いただきたいというか、その見苦しい言い訳みたいになってしまうかもしれないんですけど、本当にそうで、まあ、
いろんなね、まあ、手つけたとしても最後やっぱりそういろんな手つけててもやっぱりカラーいいなってなるんですよ。再確認するんですよね。だからその僕にとってはその浮気っていう、まあ、概念とか定義もねちょっとまあ分かんないですし、まあ、どこからが浮気なのかという問題もあると思うんですけど、でも僕にとってのホームはねもうカラーですから、もうそれだけは断言できます。はい、嫌いなところはないですね。別に本当ないです。嫌いなところなんて一つもない。全部好きですからのことは、はい、こういうとまあね盲目的な、まあ、やっぱ恋は盲目って言いますから、まあ、それと似たような状況なのかもしれないですけど、もう本当何の文句もないですね、うん、もう本当にあのそのもうカラーが好きなので何もないです。はい、まあ、そんなおこがましいですね。もう本当だから、まあ、当たり前です。今でも愛してます。今でも愛します。5年経った今でもね、今でももちろん愛してます。それは本当に今でもその愛は変わらないし、なんなら年々ねその愛っていうものはやっぱ深まっているなっていうのはこう実感してますし、うん、だもう本当にこれも断言できますね。愛してますっていう、本当に愛してます。そのLikeとかじゃないですね。もう次元が違います。もうラブっていう、ラブです。ラブです。まあ結婚はね、ちょっとまあ俺もそのまあね何をもって結婚っていうのかちょっとよくわかんないですけどもね。まあでもまあいつかね、うん、結婚なんかしてまあ。永遠の愛を誓い合えたらなと、いうふうには思ってますけど、でもそれはね、まあ、あくまで今ねベラベラ喋ってるのは僕のねあくまでただ一意見にしか過ぎないわけじゃないですか。だからまあ僕は本当にそう願わくばっていう感じですけどもね、まあちょっと結婚の定義もねわからないんで、まあまあまあそこはそういう感じしといてください。あんまりこうね白黒 つけることはできないからと思うんでね、はい、最後じゃあカメラに向かってね、はい、カラーさん本当に今後ともですね末永くよろしくお願いします。まあいろいろこれからもね二人にとって大変なこととか、まあ困難がね立ちはだかるかもしれないけど、でもきっとなんとかなると思ってるんで、僕も頑張るんでね、本当に一緒に、うん、少しでも長い間一緒にいられたらなと思ってます。恥ずかしいですね。いいっすか、もう以上でいいっすか。いいえ、とんでもない。今日もありがとうございました。まあ恥ずかしかったですけどね。